系から発売されました。あ、ポルシェ911ですかね、のケニヒバージョンになります。ケニヒスペシャルですね。ケニヒビトルビトルボとポルシェ911ビターボというですね、ビトル。箱はこんな感じです。ランナーから外しましてですね、ランナーから外して、ここに外しました。だから部品があります。ホイールですとかですね、写真とか、と細かい部品は全部ランナーから今切り離した状態。一旦切り離してこれを、仮組みてって、全部、バリを取ってですね、ゲートの処理も全部して、これを一旦組み付けます。そして、ホイールの、まあ、組み上がった時の全体のバランスを見て、それから本作業に入ります。